おはようございます。ごまおです。本日は、買い時ということでね、楽天のお買い物マラソンでポイント爆増中なので、そのご紹介をしたいと思います。2020年3月25日の朝に、今これ撮影してますので、よろしくお願いします。この動画は悩める会社員、お金の知識を伝えますごまがお送りしていきます。この動画を見るべき人はですね、お買い物マラソンとかスーパーセールで楽天ポイントを貯めまくりたいというね、そんな風に考えている方、一番ポイントがたくさんつくタイミングが知りたいと、そんな風に思っている方、ズバリね、今日です。2020年3月25日、ポイント爆増中なので、今日買うといいかなという風に思いますので、ぜひね、この動画でちょっと知識身につけて、参考にしてみてください。ちなみにごまは、すでに2020年この3ヶ月弱でね、間弱で、18万ポイントゲットしているという実績がありますのでね、この実績参考になると思いますので、ぜひご覧ください。結論から言います。お買い物マラソンやスーパーセール5と0のつく日の後半日の、ね、20時以降っていうのは狙い目なんですけど、っていうのはまあ前提にあるんですけど、すでにですね、この2020年3月25日、これはもう朝からなんですけど、すでに全ショッププラス2倍で、リピート品プラス1倍っていうね、これがもうついてます。はい。さらに、5と0のつく日でもあるんでね、25日っていうのはね。かなり、倍、倍、倍みたいになってるんで、かなりポイント還元率アップしてるという状況です。もうすでにこの時点でちょっと買いです。もうすでに買い時っていう感じがします。で、さらにですね、会員ランク別のポイントアップっていうのが、もしかしたら、夜のね、20日以降とか、出てくる可能性はあります。なんかね、最近あんまりこれやってくれないんですけど、結構、過去を見てみるとね、こういうのがね、結構夜、夕方以降とか、16時以降かもしれないです。16時以降とか、20時以降とか、21時以降とか、ちょっと、結構、ね、何時以降っていうのはばらつきあるんですけども、そういうね、さらにプラスになるっていう可能性もありますので、この動画朝に発信しますけど、ちょっと昼とか夜にね、見た方も、まだね、さらにアップする可能性もあるってことだけね、頭に入れておいてください。ただ、そんなに待たなくても、今買っても、全然、この3月25日のうちに買えばかなりお得なので、全然それでもいいと思います。で、今回のね、買い物マラソンっていう、このセールで、10ショップ買い回りすればなんですけど、プラス9倍になることはね、確定するので、これをまずね、目指して、無理に買いすぎなくてもいいんですけど、まずはね、これ、今までね、ちょっとまとめ買いしたいなって思うものがあったら、これを目指してください。で、あと、5と0のつく日なんで、今日は、それにエントリーしてください。それでプラス2倍になります。で、あと、全ショッププラス2倍もつきますし、あと、リピート品、これがね、プラス1倍。以前に買ったことある商品だったら、さらにプラス1倍ポイントがつきます。すでにね、ここまでいけば合計15倍っていうね、ポイントアップがね、確約されますのでね、非常に美味しいと思います。はい。で、さらに、SPU とか、ルーム経由するとか、あと、キャッシュレス還元があるものをなんかも組み合わされば、いや、もうわらわらわらっていう感じですよ。本当に、すごい倍率になってきます。20%さらに超えて、25%とか以上とか、狙えるかもしれないですよね。5万はね、今ね、計算したらね、多分ね、26か27%ぐらいいくんじゃないかなっていう気がしてるんで、もう買いました。もう買っちゃいました。はい。結構ある程度買ってます。でも、ちょっと残してるのあるんですけどね。で、ズバリ買い時なんです。これね、3月25日の、楽天市場の、PC でこれ見た画面ですけども、これが出てますね。全ショップ対象エントリーでポイント3倍。ポイント3倍っていうのは実質プラス2倍ですね。で、5と0のつく日、これが、楽天カード使ったら5倍ですよってことなんで、実質プラス2倍です。はい。で、あとこれ、エントリー&単勝商品をリピート購入でポイント2倍と。これリピート品ですね。これは、実質プラス1倍になりますので、ここら辺が、全部で、誰でもこれ、入れますので、これはね、5と0の作りは、楽天カード利用の人っていうことですけれども、楽天カードはね、皆さん利用してもら、してると思うので、はい、これはね、つくでしょうということです。はい。ぜひね、これはつけてください。で、あとはこれですね、単純にポイントプラス2倍が美味しいということで、これね、5と0のつく日、ポイント、実質2倍になるというね、ことでね、これは
まあ、実質プラス2倍なんでね、これ抽出。なんか5倍とかね、これ書いてこれややこしいんですけどね。まあ、違うんですよ。はい。で、毎月4、5回のチャンスがあります。今回3月25日、25日がね、これに該当しますので、ぜひ使ってください。ショップ買い物イベントとこの合わせバズがベストなのでね。で、まあ、カード払いで、の方が対象ですね。全部ね、ポイント払いとかで、払っちゃうと、ちょっとつかないので、楽天カード払いでお願いしますということです。で、ショップ買い回りを制しましょうということですね。今、ただいまですね、お買い物マラソン発動中です。このお買い物マラソンは、ルール的には楽天スーパーセールもね、3月の上旬ありましたけど、それと一緒です。このイベント以外にね、買う意味ないと、ごまは思っているぐらいなんで、まあ、全力ね、注いでほしいと思います、この時期にね。あらかじめ準備して10ショップ達成で、すべての購入商品をプラス9倍にするべきかなと思います。イベントは1週間程度行われます。今回は3月21日から28日なので、この本日ですね、3月25日を狙うべきですね。はい。これで、まあ、基本的にはこのショップ買い回りと、5と0の月比でプラス11倍を確約されます。はい。で、今回はさらに、あれですね、全ショップ2倍とリピート品プラス1倍がありますということで、これはね、非常に美味しい。この日以外はちょっとね、買うのが、なんか馬鹿らしくなるぐらいの日になっていると思います。で、さらに、夕方以降ですね、夕方以降は夜になるかな、会員ランク別のね、ダイヤモンド会員プラス3倍とかね、そういうのがね、出てくるとさらに嬉しいなっていう気はしますけれどもね、これはまあちょっと、ほんとついたら、嬉しいな、おまけみたいな感じですかね。いう感じですね。今ね、ちょっとなんかスポーツイベントとかもやってないので、あれね、応援球団勝利とかね、ああいうのもつかなくなってきているので、まあ、こういうのがね、ガンガンついてくれると嬉しいかなっていう感じはしますね。はい。で、最後にですね、このね、ツイッター連動企画もね、ちょっとやってみましたので、今回ぜひね、この動画の概要欄にごまのツイッターアカウントのリンクをね、貼っときますので、ぜひね、そっちをチェックしていただきたいと思います。ごまのツイッターにもこういうね、フォロワー感謝企画ということでね、載せています。あなたの楽天ルームから購入させてくださいというやつですね。今度ね、プロテインをこう買おうかなと思いますので、これをまあ、どなたか1名になってしまうんですけれども、ごまのね、ツイッターをまあフォローして、あとこのツイートをね、リツイートしてくれた方限定にしますけれども、の中から1名、選んで、まあ、ダイレクトメールしますので、あなたのルームから買わせてくださいっていうね、連絡いたしますので、ぜひ買わせてください。まあね、こうやって、まあ、自分の楽天ルームからこう購入してもらえればね、まあ、売り上げ入ったりするので、こういうのね、やると、まあ、喜んでもらえるかなと思って、今回やってみましたので、ぜひね、まあ、ごまのツイッターの方もフォローしていただければと思います。はい、というお話でした。今回みたいな感じで、ごまは本当に楽天経済圏で、まあ、人生変わったかなというふうぐらいに思っております。ポイントをね、すごくたくさん貯めることで、まあ、自分の生活に必要なものを買いつつ、その中で、まあ、できるだけお得を得るというね、ポイント還元をたくさん得るっていうね、それを実現できたのがやっぱ楽天経済圏なんですよね。いろんな楽天サービスを使うことでさらにね、還元率もアップできたし、まあ、自分のね、いろんな生活も便利になってきたかなというふうに思います。これでね、まあ、少しでもね、まあ、家計の役に立つということが自分の中で、確立できましたので、この知識をね、どんどんもうちょっと皆さんに、まあ、お伝えしていければいいなというふうに思っています。はい。で、まあ、そのね、節約で浮いたお金とかを、まあ、投資に回したり、米国株の投資とかでね、そういうの回したり、しています。で、さらにね、副業でね、まあ、お金を稼いで、そっちもね、さらにまあ投資に回したり、あとは自己投資にも回してますね、自分にね。まあ、こういうね、楽天市場でも、まあ、本とか書籍とかたくさん買って、それを自分の知識に入れることで、いろんなね、投資とか副業とかにもすごく役立ってているので、自分のスキルもアップしました。で、まあ、うつ病になったりして会社休んだりした時もあったんですけど、その時は人生どん底だなみたいな風に思ってましたけど、まあ、自分の力でね、なお金を稼いだり、こうお金のことやりくりをしたりっていうので、まあ、どんどん自信がついてきて、こうやってまあ情報発信ができるようになるまでなってきたので、こういうね、まあ、ごまの姿、
に、まあ、共感してもらえたら嬉しいですし、まあ、皆さんにお得な情報っていうのはどんどん届けていければないいなというふうに思いつつ、いつもやっています。はい。で、まあ、YouTube は基本的に毎日更新していますので、まあ、皆さんお楽しみいただければいいかなというふうに思っています。ブログとか Twitter もね、やっていますので、ぜひそっちも見ていただければ嬉しいです。最後に、まあ、チャンネル登録していただければ嬉しいですし、いいねボタンとか押してもらえると、すごい、ごまのモチベーションになるので、押していただけるととっても嬉しいです。はい。それでは、まあ、今、まあ、普通は夜に発信してるんですけど、今回ね、まあ、速報ということで朝に発信してみました。皆さんこれからね、お仕事もあるかと思いますけれども、まあね、こういうお得情報とかも入れつつね、今日もね、一日、まあ、楽しんでいっていただければと思います。それでは、まあ、いってらっしゃい。